こんにちはジュカリンです。はい、今日の T シャツは、はい、読めますかサンサンサンと書いて、ねえー、バーバーバー,、ねえー。ベトナムのね、あのビールのね、ロゴなんですよ。はい、ベトナム旅行に行った時にお土産で買ってきました。はい、ねえー、どうですかなんかお酒飲みすぎちゃったりとかしてませんかね お酒飲みすぎるとねあれなんでなんでしょうねって言うとねあのまあアルコールはね肝臓で処理されるからでしょうっていうことなんですけれどもあの肝臓ってねあの体内のね化学工場っていうぐらいねいろんな働きをしてるんですね。でえ今日はねあのまあ中学校で習うねえ3つね ちょっと紹介します、はいでえー、1つ目は、ねえーまあ、ブドウ糖を、ね、グリコーゲンの形で蓄えるよということで、ねえー、小腸で吸収されたブドウ糖が、ねえー、門脈っていう血管を通って肝臓に、ねえー、行って、ねえー、グリコーゲンに作り替えて蓄えてお、えー、きますと、うんまあ、必要になったら、ね、それを分解して使うんだよね。はいでえー、2つ目 がねえーまあ、ざっくり、ねえー、有害な物質を無害な物質に変えるということであとはねうんと、まあ、タンパク質とか食べると、ねうん、あのアンモニアが、ねまあ、出てきちゃうんですけれどもそのアンモニアって、まあ、有毒なわけですよ。 でその有毒なアンモニアを、ねえー、無害な尿素の形に変えるよというのとあとは、えー、と有害なのが、ね、薬薬も、ね、あの体にとっては、ね、毒とみなされるので、はい、あのちょっと、ね、解毒されちゃうんですよね。うん、であの、まあ、薬は、ね、量は、ね、その肝臓で処理される、まあ のをま前提で量が作られているんですけれどもねあのグレープフルーツジュースをねあの薬と一緒に飲んじゃダメっていうの聞いたことあります？そうグレープフルーツダメなんですよねなんでかっていうとあのグレープフルーツに含まれている成分がねあの一時的にね肝臓の働きを弱めてしまうんです。よ だから、ね、あ肝臓で処理されてこんぐらいになるよねだからこんぐらいの量にしとこうねっていうお薬が、ね、あの効きすぎちゃって、ね、効きすぎると薬も毒ですから、ねうん、だから、ね、あの薬飲む時はグレープフルーツダメだよっていうのはそういうこと、はい、です。ですね。うん、で、えー、3つ目、ねえー、消化液である単液。 まあ単純、ね、でちょっとそれとこかな、はい、を作りますよと、うん、いうことで、うんまあ、作ったあとは胆、ね、のに蓄えておいて、まあ、十二指腸に、ね、出されるんですけれどもねではないんですよでもさなんかちょっと、ね、あの液体の油とか想像してみて。 もらいたいんですけれども、ね、あのそれをね、こう粒をね、ちっちゃくする、ちっちゃくする、なんかドレッシングのさ、こう上に油が浮いてるのをね、こう振って、ね、ちっちゃい粒になるじゃないですか、あんな感じ、ね、乳化っていう風に言うんですけれども、油をね、あの乳化させる働きがあります。 そう分解はしてないんですねでもその粒をちっちゃくすることによってその後ねえー、水液がね、まあ、働きやすくなるよっていうはい感じでございますはいねそうでうんとまあその単純なんですけれどもあの私実物を見たことがあってっていうかあの出しちゃったんですよ、うん、出ちゃった。 単汁出したの？私単汁を出した女 <laughs>。はい。いや、なんかね。あのまあことのいきさつをこう説明するとうんと大学生の時にですね。あのなんか中国のお酒でね。パイチュウ白い酒白に酒って書いてパイチューっていうのがあるんですけど、結構度数が高くてでそれをこうね。みんなで飲む時にね。あの。 本当かとか知らないけどなんかカンね乾杯ねしてなんか飲んでであの飲み終わるのが最後になっちゃった人は次の日あの口を聞いてもらえないっていう慣習があるらしくてらしくて当時そう聞いたんですけどなんかそれをやってたんですよね、うん、でまあまあ頑張った頑張ったんですよはいまねしないでください、はい、でそれはねもうほんときつくて あの初めてね3日酔いになった3日酔い2日酔いじゃなくて、うん、その勘弁したねあの次の日はねもうひたすらね一日中頭が痛くて割れるように痛くてどうしてくれんだこれって感じだったんですけどその次の日はですねもう今度はお腹が痛くて痛くてしょうがなかったんですね、うん、でトイレにね行ったり来たりしていてはい。 であのトイレでねあやっとちょっとすっきりしたかなって思ったんですよ。でそして便器の中をこう見たらなんかねいたなんかエメラルドグリーンの美しい玉がなんか5個ぐらいこうポン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 ってあって「え何これ?」って「えめっちゃ綺麗ってなんか透明なねエメラルドグリーンでね「えー、っ?」て思って。 んですけれどもなんかあの知り合いのね看護師さんに聞いたら「あそれ単生だよ」って言われて私はそっか単生を出してしまったのかってね <laughs> なりました、はい、いやでもちょっとそれ知ってるとねあの、まあ、単生蓄えられてるの単能っていうねちっちゃい袋なんですけどね結構ねあのカラーの図だと緑で書いてあるんですよ。 それ見るととねねちょっと見やけます、ね、<laughs> そうだよね単純緑だもんねみたいなね <laughs> そういや綺麗だったね緑っていうかもうエメラルドグリーン美しかったですねはい <laughs>、うん、いやで、ね、なかなかいないよね単純出す人ね、うん、でも私一人だけね会ったことが、うん、あります うんそう自分以外にもいたって、ね、すごい感動してもうもうもう固い握手を交わしましたねはい <laughs> 単純仲間やんみたいなねそん、はい、<laughs> な感じでございます、はい、いやでもねあのー、まあ週末とかもねどこも行けないっていう日々がね続きますけれどもねしばらくね、うん、まあでもあのお酒の飲み過ぎには気をつけてください ね、そう肝臓に負担が、ね、かかると単、ね、純作るのなんだろうね暴走して作りすぎちゃったんですかねなんか分 <laughs> かんないけどねはいうんということで肝臓は本当に、ね、あの大事にしてください。ははい今日は以上ですババイバイ